はいどうも、高野元成です。この動画ではマイラーズカップの前頭分析を行っていきたいと思っております。今年レベルどうなんですかね？これ正直レベル低いですよね。結構その難解なメンバーであったり、上がり馬とか、そういった実績馬とのこう、つばぜり合いというか、そんなようなレースでもありますので、ちょっと難解なところは多いと思います。この動画がご参考になればと思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、アルジャンナです。実はですね、このまま競馬サロンというところで僕はね、予想をやっているんですが、前走僕が本命を打ってみました。この馬に対して、まあ、休み明けでもね、あんだけ反路で動けてれば問題ないでしょみたいな、そんなような感じではあったんですが、ちょっとね、それにしても動けなかったかなと、そう思ってしまいました。まあ、当時はかなりのスローでしたし、そういった展開面であったりとか、ちょっとさすがに太め残りだったのかなみたいに思っています。で、今回どういう評価にしようかなって、いろいろ考えたんですが、やっぱ僕のポリシーといたしまして、やっぱ S 評価とかね、少なくとも本命打ったとか、そういったまあ何回でも追いかけます。僕はやっぱそこをやってこそかなと思いますし、それこそ先週のアーリントンカップのホーアマゾンもそんな馬でした。ステラベローチェもそうですね。だったので今回もう一回追いかけます、この馬は。その中でもちろん、ね、根拠というのもありまして、今回福永ジョッキーに変わるわけなんですが、やっぱ僕ね、そう何回でもこれ言いますけれども、福永ジョッキーを日本一スタートの上手いジョッキー、僕はそう考えております。少なくとも前走そこまでスタートがね、めちゃくちゃ良かった、悪かったわけでもないんですよ。なんですけれども、今回のその舞台代わりとかそのジョッキーとかね、切れ味にを引き出すのに秀でたジョッキー、そこを僕はプラスと捉えています。で、今回のその中間の動きなんかを見ても、販路で本当何回もね、いい時計出されておりますし、本当なんか叩き一遍を望むとしたら僕はここしかないと放送を考えております。まあ、ここかともう一個あるとすればエプソムカップ。この2択ですね。なので、この馬一旦関して言えば、あと2回僕はチャンスがあると、そう思っているんですね。今回のマイラーズカップ、もしくは、エプソムカップ。このどっちかでね、来ると思いたいというような、そんな一頭ですので、まあ、その第一人と当たる今回のマイラーズカップ、この舞台では僕は評価を上げます。はい、エアスピネルです。本当金層びっくりしましたね。ダートに変わったのは去年の夏頃だったんですけれども、そこから、武蔵野ステークスであったりとか、それこそ前走のフェブラリーステークス、すごくね、第競走馬としての第二ステージみたいな、そんなところに到達したのかなと、そう思わせるような、レースぶりでした。で、今回ね、その芝に変わるわけなんですが、やっぱ良くはないかなって思っちゃいますね。やっぱ使えるもんならダートの方が多分いいでしょうし、やっぱそう、だからこそ今金層その芝には目もくれずダートを使われ続けている。まあ、それがこの馬の真実かなと、そう考えております。まあ、とはいえですね、このマイラーズカップという条件での構想歴、まあ、京都ではあったんですが、そういった構想歴もありますし、持ち時計だけに関して言えばそこそこはあります。やっぱ充実期という可能性を全く否定できない、そんなわけではないので、まあ、ゾーンで言うと3列目とかね、そこになんか、なんとなく押さえとくみたいな、そんなようなイメージで良いのではないでしょうか。はい、エアロロノアです。この馬は結構その金層はまさに充実期みたいな、そんなような一頭ですね。2勝クラス、3勝クラスと連勝を飾っておりまして、前走の増波時計は1分32秒台というね、非常に優秀なものでした。で、特にその前走で強調したいのは、その持ち時計も当然なんですが、その上がり3波論、こちらに注目をしてください。こちらの高速上がりを使っておりましたし、やっぱ今のその2週前とかね、本当ソダシがレコード勝ちみたいな、そんなような馬場です。あ、2週前、そうです。2週前、ソダシがレコード勝ちみたいな、そんな馬場でもありますし、やっぱ早いと思いますね。今の阪神ずっとなんですが。で、この今週末の天気というのも晴れが予想されておりまして、まあ、気温も上がって時計も速くなる、そんな想定を考えると、やっぱこの馬の適性というか、そういった部分も評価しないわけにはいかないと、そう考えております。カイザーミノルです。前走はジョッキーが完璧に乗ってくれた。僕はそう考えております。勝ったね、勝った馬とか、1、2、3着馬。これ全部前に行った、そんなような馬だったんですが、その展開にあって道中インを追走して、逃げ馬のね、逃げ馬先行馬のほぼ後ろみたいな、そんな位置から全くロスのない競馬。それでの5着っていうのは、あの馬のね、ちょっと言い方あれですけど、現在のピークかなと、そう考えてしまっています。確かに阪神のね、相性は悪くないんですが、やっぱ前走が僕はね、かなり来て欲しかった条件ではありました。なので今回やっぱ条件代わりで、まあ、早い上がりが予想される、阪神の芝1006。やっぱ厳しいと言わざるを得ないかなと考えております。はい、ギベオンです。前走の勝因をどう説明すればいいのでしょうか。まあ、逃げ切った金光賞だったんですが、まあ、デアリングタクトがね、差し損ねたというレース、という解釈なんですよね、僕は。
確かにその特殊な馬場でしたし、前に行った馬が強い金庫賞、そういったアドバンテージもあったと思います。とはいえね、あの競馬をもう一回できるかって言ったら僕は無理だと、そう考えてしまいます。で、今回の条件っていうのが阪神の芝1006でして、マイルに変わりますし、前走からの一気の距離短縮、これは簡単ではないとね、そう思ってしまいますね。ただ唯一ね、光があるとすれば持ち時計でして、このメンバーの中でも持ち時計、戦力の持ち時計は割と悪くないです。総合ですかね、唯一の光があるとすれば。基本的にはやっぱね、その2列目以上に印は打てないです、この手のタイプは。まあ、まさに激走を起こっている、そんな状況でもありますので、まあ、例えばその前、万が一前走のような競馬がもう一回叶ったとしたらというね、そこの想像をどもってしても3着は精一杯かなと、そう考えております。はい、ケイデンスコールです。前走京都、2走前の京都金牌を勝ちまして、前走中山記念でも2着。勝ち馬とはね、タイム差なしでしたし、走破時計もそんなに悪くなかったです。やっぱこの馬に関してはちょっと、は1段階こう上がってきたなみたいな、母系のね、8ハーツくらいでして、そういった血が結構万世の後押ししてるというか、もう1段階成長してるのかなみたいに、そう感じてしまいました。なので今回もね、やっぱ一定の評価は必要だと考えております。一定の評価は必要プラス、阪神芝1006の適正のなさのマイナス、ここのね、この天秤をどう取るかっていうところがかなり、大事ではあるんですが、なのでそう考えるとね、僕本命は多分しないかなと、そう考えております。まあ、2列目とか、まあ、そのぐらいですかね、本格化の可能性というのは半分で、まあ、前走金2走というのはババが良かった、内枠というかね、ババの内目を通れたアドバンテージがあった、ここも半分だと思いますので、まあ、それぐらいの評価ととどめさせてください。ジャイツインガーです。ずっとここのとこね、芝1002とか1004とか使われてきたんですが、ここに来ての1006延長、やっぱ陣営にね、そこまで深い意図が正直あるとは思えないんですよね。やっぱこれはこの後の1002、1004への距離短縮に向けた、ちょっとね、伏線というか、そういう風に捉えておきます。はい、ダイワキャグニーです。ここのとこずっと左回りをね、使われておりまして、おそらく2年ぐらいにわたって左回りをずっと使われてきた、そんな馬ではあるんですが、このタイミングでの右回り代わり、いよいよ使うとこなくなってきたなという、そんな風に僕は思ってしまいます。まあ、賞金もね、すごく加算されてしまったというような、そんな背景もありますし、まあ、それこそ左回りで使えるのって安田記念とかね、まあ、エプソムカップかな、それぐらいだと思うんですが、やっぱそう考えるとここってあくまで自走への向けた、叩き台というか、ちょっと感覚空きすぎてしまうので、とりあえずここ使っとこうみたいな、そんなようななんかね、陣営の意図が伺えてしまいます。ここではね、評価を上げにくい一頭です。はい、パンサラスタです。未勝利戦のね、ぐっちゃぐちゃのババを圧勝したみたいな、ずーっとその記憶がね、僕の頭の中に残ってるみたいな、そんなような馬なんですよね。例えばその重賞のラジオ日経賞とかも、渋ったババ、そんなババでしたし、基本的にはね、やっぱそういったババが一番合うのかなと、そう考えております。で、今回の阪神戦6で高速ババがね、間違いなく想定されておりますし、同型結構多いです。そういった展開面の部分も含めますと、ちょっとここでは強調しづらいかなと、渋ったババ代わりで狙いたいと、そう考えております。はい、フォックスクリークです。先ほどね、ちょっとギメオンについて、前走以上の展開やなかなか向くのってきついよねみたいな、そんな話をしたんですが、この馬、フォックスクリークにも全く同じことが言えますね。前走渋ったババで最内枠中山芝1006、その状況をね、最大限に生かしきった、そういった感じの勝利でした。関西圏ではね、割と、まあ、もちろんその関西馬でもありますので、勝利実績はあるんですが、そのほとんどが京都というふうに、直線平坦コース、こちらに限られております。やっぱ持ち時計というところでもね、なかなか強調しづらいですし、昇級速通用は難しいのではないでしょうか。はい、ブラックムーンです。ずっと復調の兆しが伺えないですね。ここでは厳しいと思っております。はい、ベステンダンクです。去年の2着馬ではね、あるんですけれども、当時というのは京都の芝でした。この馬は特徴は非常に分かりやすくてですね、基本的には京都か小倉、ここのね、条件でしか走りません。となると、もうこの馬の狙いってもう今後ね、夏の小倉しかないかなと思ってしまいますし、今回急半阪神、厳しいと思います。はい、ボンセルビー走です。前走ダービー卿では2年連続の好走。時計もね、そんなに悪くなかったと、そんな風に思うんですが、やっぱね、ダービー卿とこのレースって一丁に相性悪いんですよね。まあ、今年は阪神で行われるんですが、実はマイラーズカップってもともとね、阪神芝1006というね、条件で行われておりました。その当時まで振り返ってみても、ダービー卿×ダービー、前走ダービー卿を使われて、今回マイラーズカップを使われる馬、非常に相性が悪いです。本当ね、勝っ
ってないですし、そもそも、まあ、よく考えればという感じなんですが、やっぱ小回り中山線6と大箱の京都芝外回りであったり阪神芝外回り合うわけがないんですよね、正直なところ。うん、やっぱそんなところでありますので、まあ、どんなに頑張っても3着だよね、そのゾーンかなと僕は思ってしまいます。はい、ラセットです。この馬の客室だけ見てしまうとね、こう大外一気で届くか届かないか、そんなような村陰かなと思ってしまうんですが、実はこの馬のレースぶりって結構特殊なんですね。まあ、レースを見ていただけると分かるんですが、まあ、本当道中とか直線、馬群を縫うようにして刺して、最後突っ込んでくる、これがこの馬のパターンでありますし、このパターンしかできません。なので本当大外一騎とかね、あんまりできないような僕はタイプだと思っておりまして、となるとどうやったらこの馬は勝てるだろうみたいに、そうなんか逆算みたいなので考えてみたところ、ハイペース以外にありえないという、まずそこですね。ハイペースもそうですし、あとはその馬場がね、極端に内外の差がないような、なんならインが伸びるみたいな、そんな馬場の方がこの馬が勝つ可能性が上がるとね、そう考えております。でまず今回展開なんですが、割と前に行く馬います。なのでそのまあペースとしてはそれなりに上がるでしょうし、まあ、走波時計もね、おそらくその桜花賞を物差しにすれば1分31秒台とか、そんなような決着が想定されます。でやっぱそんなに前もね、ピタッと止まるような感じもしません。それこそお菓子を見てみればという感じではあるんですが、なので今回結構直線一騎が決まる条件、直線一騎というか、なんというか馬群縫う一騎みたいな、そんなのが決まる条件全くないとは言い切れないんですよね。結構この手のタイプってね、前走がフロック死されたりとか、そんなように思われると思うんですが、やっぱこの舞台の適性はもう去年の中京記念、こちらでね、重賞2着勝ち馬タイム差なし、そんなようなこともありましたので、やっぱもう一回ハマる可能性を僕は考えたいと、そう考えております。はい、ルフトシュトロームです。前走 S 評価でちょっと期待をかけたようなそんな馬だったんですが、んー、ちょっとだらしなすぎましたね。ちょっとどうにもなってないというか、そんなような一戦でしたね。割とそんなに悪いポジションでもなかったですし、抜け出すスペースはありました。ところが追い出されてから全く反応しませんでした。例えばこれ休み明けで、インが詰まったとか、例えば大外を分回しちゃってね、最後ガス欠とか、差し届かずとか、そういった内容であれば、次走への一変というのをちょっと予感はさせるんですが、んー、ちょっとあのレース見ちゃうとなかなか難しいかなと思ってしまいます。で、今回再、間隔を詰めての関西圏参戦というところで、果たして仮に前走をこの馬が勝っていたら、まあ、直行で安田記念だっただろうなとか、そう思ってしまうんですね。なので今の陣営の目的としては、まずは使うこと、レース感を復活させることみたいな、そんなちょっと意図というか、そんな部分が見えて透けますので、まあ、ここは静観したいなと思っております。はい、ワールドウィンズです。この馬は分かりやすいですね。基本的には小回りコースが一番合っています。まあ、ローカルの小倉とか函館とか、そういったところがね、この馬のスイートスポットだと、そう考えております。なので前走のこの舞台での敗戦というのは、まあ、ある程度織り込み済みというか、まあ、だろうなみたいな、そんなところでもありますし、ちょっと気が早いんですけれどもね、例えば今後夏で距離延長の巴賞とか、函館記念とか、そういった舞台に変わった際に見直したいと、そう考えております。はい、以上でマイラーズカップの前頭分析は終了となります。まあ評価をしてみてね、ある程度お分かりいただいたかと思うんですけれども、んー、ちょっとレベルは低いですね、このレースは。正直言って、ん、多分桜花賞の統計よりも劣ることは間違いないでしょうし、このレースを勝ったからといって安田記念で通用するかと言われれば、ちょっとね、なかなかイエスと言いにくいような、そんなようなメンバー構成です。まあ、その中にあってエアロロノアであったりとか、まあ、復活を期するというかアルジャンナとかね、そういった上がり3波の33秒台とか、持ち時計があるとかね、そういった馬が結構僕の中では上位評価としておりますので、何か予想の参考になれば幸いでございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。